どうも皆さん、こんにちは、ワイト夫人。墓地ではワイト扱い、リュウです。さあ、本日はですね、やばいこと起きました。まさかこの2020年になって、運を味方にというスキルが活躍するとは、誰が思ったでしょうか。このスキルご存知ですか、皆さん。俺多分ね、デュエルリンクス始めたての頃は、実況者っていうかギャンブラーとして名が通っていたので、まあこの時期から見てくださってる方だったらよくわかってるかなと思うんですけど、最近あんまやってなかったんだけども、俺ギャンブラーだったんですよ。で、この運を味方にっていうスキルがマジでチートで、その、ライフポイント999以下の場合に自分のコイントスが必ず表が出るっていう、両方表のコイン使うっていう、もうやばいことが起きていたんですが、これで、今回、この運を味方にっていうこのスキルの999以下っていうライフポイントの条件を先行1ターン目でなんと満たすことができるっていうやばすぎるカードが実装されまして、これお邪魔の時もあったけど、スターブラストっていう効果じゃないカード、このカードでデスペラードリボルバードラゴンのレベルを7個下げて、こいつをレベル1にして通常召喚した上でライフが500以下になって、500以下じゃねえや、999以下、まあ、500になってるんで、もうね、コインね、表しか出ないんですよ。もうね、先行初手からコインは表しか出ません。あとは、もうね、強欲なツボとか、その、まあ、他にもミスジャッジとか、この辺の、まあ、コイン表が出たらめちゃくちゃ強いっていうモンスターいるでしょ。これ全部最強になります。なんでかって、コイン表しか出ねえんだもん。そりゃ強いだろ。やばいんですよ。まあ、デビルコメディアンとかね、こういう墓地の除外、墓地のカード除外するっていう、まあ、カードとかも結構全部表で強いし、まあ単純にこの、ガンキャノンショットも強いしね。まあもちろんツインバレルも強いし。もうね、今日はですね、遊戯王デュエルリンクスじゃなくてね、ギャンブルだと思ってね、見ていただきたい動画を。早速ですね、マジで激ヤバコンボ、お見せしていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。My name is、城之内勝也。さあ、お相手の方、海馬社長は精鋭ガンですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ボンコツの意地を見せてやるぜ。これは手札が決まってるぜ。結構先行が欲しかった人生だったぜ。先行の方がまあ基本的にはその、デスペラードとあとミスジャッジを並べられるので、まあ、基本的には先行が有利かなっていう気がしますけどね。あ、そんな真面目な考察はいらないですか。すいませんでした、すいませんでした。ドロー、太鼓かなんかですかね。スターブラスト、まあ、もちろん殴りませんよ。もちろんそんななんか海馬社長で裏セットモンスターで殴りませんよ一切。でデスピラーだけ召喚していきましょう。でカードセットしてターン終了と。あまりにも防御札がなさすぎるとちょっとね、デスピラーだけではちょっとモンスター効果で処理されたりとかいろいろありますので、まあいかして何かしらのそのマウトラップは必要にはなるんですけども、こういうことですね。こういうこと、まあ、それは別にいいか。それは別にいい。それは別にいいわ。それは別にデスピラードを処理されることは多分ないから大丈夫だと思う。それも別に大丈夫。あとはあれですね、援軍とかそっち系のやつが入ってるのかな。ルミナスはいいですよ。ルミナスはいいです。で、ルミナス太鼓は強いですね。太鼓は強い。で、ルミナス直感、それもまあ、まあ、出てきたやつをデモンズチェーンだね。だから、7シンクロまで許そう。ブラックローズでもいいし、ミカエルでもいいし、エバリでもいいよ。なんでもいい。はいはい、あ、エバリー、オッケー。エバリー、今オッケー。まあ、エバリーだったらデモンチェーンまで使う必要ないね。ただ、太鼓が、ぼっち落ちてるから、霊竜か。オッケー。まあ、ミスジャッジの強さを見せていきましょう。ミスジャッジの強さを見せていきたい。さあ、僕のライフポイントは999以下。つまり何が言いたいか。今もう僕は、両方表のコインを使っているので、コインは表しか出ません。両方とも表のコインを使っています。そういう企画 YouTube にありそう。さあ、白き霊竜の効果でリリースしてブルーアイズが出てくる。それは後でもよかったんじゃないかって話はあるよ。それはね、デモンズチェーンで縛られているからといって別にリリースできないわけじゃないから、それは後からブルーアイズ出せばよかったっていう説はある。さあ、ここでカードを1枚ドローしていく。カップオメ最強カード来た。強欲なツボ来た。トップ強欲なツボ。さあ、表しか出ません。私のコインは両方とも表のコインを使っています。イカ様コイン。さあ、カードを1枚セット、カードを1枚セットし、史上最強のモンスターミスジャッジを召喚。バトル。はい、運を味方に。はい、忍耐破壊して3枚とも表だったのでワンドロー。はい、強い。はい、強い。
あ、0秒の守護者。あー、まずミスジャッジで無効にするけど、これエヴァリー出てくんな。めんどくせえな。これはね、強制で発動されるんでね、ミスジャッジは。もうとりあえず1800殴っとこう。はい。で、エンドフェイズ、本当だったらエンドフェイズの、あの、エヴァリーの効果が無効にできたんですよ。これ、ミスジャッジがいれば。これね、生きて、あの、帰ってこれないっていう話あったんですけど、まあ、しょうがないですね。で、これ次の効果も一応無効にするんだけど、ヘッドジャッジングは一応打つか。ヘッドジャッジングは一応打つ。はい。ヘッドジャッジングで、あなたは、コインを表裏当てないと、さあ、あなたは運命力があるんでしょうかという話。さあ、表が表示されて、あーと、これは厳しい、会話社長、これは厳しい、運命力はあなたにはなかった、これはきついだろ、理不尽すぎないこれ。さあ、お相手の方いきます。デュエル3番です。あー、そっちに固まっちゃうやつね。そっちに固まっちゃう、まあ悪くはないけど、悪くはないけど、これ除去されたらまあおしまいでもないか。デスペラードからのデスペラードがいけば、まだ。破壊してくれるかどうかだなとはね。破壊してくれるんだったらまあいいか。デスペラード出ながら手札1枚増えるので、増えるっていうかまあ、ドローできる、ドローっていうか、サーチ入るので、まあ、ミスジャッジ持ってくる感じですかね。でリベンデッドバースオッケー。リベンデッドバースオッケー。リベンデッドバースオッケー。で、リベンデッドスレイヤーを墓地に送っていく。で、スレイヤー、あのね、あいつが一番やばいね。レブラント巻き込んでる。いや、これやばいか。危ない、大丈夫だ。大丈夫だ。レブラント巻き込んでるやつが一番やばい。あ、デモンズチェーン引いた。オッケー。デモンズチェーン引いた。ワンドローしたいから、バトルフェイズ、これ攻撃表示のままでいいよね。で、効果発動して、で、これでワンドローを入れて、運を味方に。さあ、イカ様です。これは、全部表のコインを私今使っております。まあスレイヤーはいいですよ。それはまあいつかどっかでね、サーチ入るんで、まあボーン持ってきて、リベンデット、じゃあベンデットモンスターを墓地に送るっていこうか。オッケー、いいでしょう。ね、このね、これは多分ね、こいつを突破する手段は、ボーンを儀式した上での、なんかその、リベンデット、エグゼクターとか、そういう感じだと思うんですよ。もしくはまあ、レブラントを巻き込んで儀式するか。なのでレブラント儀式巻き込んで儀式はデモンチェーンで止めればよくて、まあ多分でも儀式の使い手かなんかだと思うんですよね、これスキル。だからまあコズミックサイクロンかなんかは入ってんじゃないかなっていう、まあ、予想は私してるんですけども、500ライフしかないけど、500ライフしかない中で必死で、お、なんもない、500ライフしかない中で必死に読んでるんですけども、これもう両セッチやで、バトルフェーズ入っていく。でとりあえずこれ普通に殴っていきましょう。あのね、裏側セットはね、破壊できないんですよね。あの、デスペラードが。あっちのさ、元祖のデスペラード、デスペラードじゃねえや。リボルバドラゴンの方は、いけるんですけど、まあ、コズミックサイクロン OK。あっちはね、裏側セットいけるんですけどね、デスペラードさんね、進化したらなんか表しか破壊できないっていうね、なんかね、ビビリになっちゃったんでね、裏側セットモンスターにちょっと無力っていうのがあって、その裏側セットモンスターの効果とかをミスジャッジで止めていくっていう、まあ、そういうデッキになってますね、このデッキは。さあ、圧倒的表しか出ないコインをぶん投げていく。いつバレるか、いつバレるんでしょうか、この戦術は。さあ、儀式を使えてるカード1枚デッキに戻して、ボーンは持ってくる。オッケー、いいよ、それは全然オッケー。あれ、ボーンさっき持ってきてなかった。ボーン持ってきてなかったかっていうのを聞きたい。モンスターいるんかな、手札に。いるか、ボーン、はいはい。だってエクゼクター出したいし、さすがに3000じゃないとこれ突破できないもんね、これね。あれだよね、スレイヤーでは突破できないでしょ、これ。こいつボーンはいいんだけど、それエクゼクター引いてんのかな、これ大丈夫かな。またこれ相手、あれか、相手の回し方がちょっとあのうんこすぎて、これボツになるやつか。スレイヤー、あったあった、あった。なるほど。あった。エグゼクターは、殴られても別にいいね、これは。殴られても別にいい。一応、バトルフェーズに入って、まあ、一応使う。よね。一応使ってボーン剥がして、はい。で、運を味方にしていく。さあ、コインは、表しか出ない。さあ、ボーンを使え。さあ、ボーンを使っていく。さあ、ボーンも除外して。破壊を免れていく。で、これでぶん殴られていく。ぶん殴られていく。それはもう通していい。ぶん殴られるのは通してよくて。
これだってさ、デモンジェン使う必要ないもんね。だってこれもう一回出してさ、もう一回使えばいいから、効果で。デスペラードリボルバードラゴンの効果発動、さらにチェーンしてデスペラードリボルバードラゴン B の効果を発動っていう。だから特殊召喚しながらコイントスを行うモンスターをサーチ。もちろんミスジャッジですよ、そりゃ当たり前じゃないですか。さあ、お前のバトルフェイズはまだ終了してないぞ。お前のバトルフェイズはまだ終了していないぞ。バトルフェイズ終了し、デスペラードリボルバードラゴンの効果を発動。ははははは、表しか出ねえ。ははははは、チーター現る。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、太陽高輪出た、絶対運命力。うわー、これ手札やばい、これは手札がやばいぞ。これはセットするしかないか。セットでターン終了だ。これはデスペラード引けるかどうか系になるな、完全に。さあ、採用竹馬選手、これ完全にこれ運ゲー VS 運ゲーの対決と言っていいでしょう。さあ、運ゲー VS 運ゲー、カップオブレース強い、強いよ。やめてよ、そのカップオブレース連打するの、ずるいよ、ずるいよ、ずるいよ、それはお前だけ、そっちだけずるいよ、ずるいよ、それは。ミスジャッジ、あ、強い、やばいやつ来た、やばいやつ来た。まあでもこれはです、あのデモンズチェーンで一応無効にはできますからね。デモンズチェーンって結構永続効果なんでね、あの1回発動無効にしたところで、あのあまり意味なくて、永続効果で重ねかけできるんで、これで効果はまあ無効にされようとされまいと、効果は発動できないからなるはず。あ、まあ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 、で、これどっちにしても攻撃できない。OK。これで俺はデスペラードリボルバードラゴンを引いていく。さあ、こっからはコイン対決といこうじゃないか、採用拓磨選手。さあ、3500ものライフを支払って。さあ、俺は手札のモンスターのレベルを操作。リンネの、やめてよ、やめてよ、卑怯だろ、マジでこれ。カップ2枚からさ、リンネ伏せるのマジ卑怯だろ、これ。レベル変わんないやん、これ。うざすぎるだろ、マジで。デモンズチェーンは一応1枚だけど、もう1枚セットしかないか。これはだから、もうほんとツインバレルをヒールセットするとかしかないですね。ツインバレルを殴ってもらって破壊されるくらいしか、まあミスジャッジに自爆特攻しに行ってもいいけど、しかないかな、これ。もう、ちょっと本当に、マジで、ちょっと1回デモンズチェーン。1回デモンズチェーンしていく。リンネのパーシアスを無効にして、キモすぎる。キモすぎる、マジで。ちょっとマジでさ、これこのゲーム何がおもろいんこれ。キモすぎるだろ、やっていいこと悪いことあんだろ。カップ2枚からリンネ肉吸いはマジで犯罪だよ、それ完全に犯罪。